えー、こんにちは。即ー塾の久保です。今回はですね、前回私が動画を上げました、菅さんが生活困窮者の方の話を直接聞いてね、えー、そして救済に前向きだよっていう風な、そんな報道がありましたんで、それに対して動画を,を上げまして、そこについたコメントに対してね、いろいろと私がぐだぐだ喋ってるところなんですけども、基本的にですね、私ね、今回やったこと、菅さんがやってくれたことって非常にありがたいことだと思うんですよ。人の悩みに耳を傾けて、 時間を取ってね、直接聞くから鑑定においでよっていう風に言ってくれたわけじゃないですかそしてね自分の思いが伝えられたことによってどれだけね救われたかってことを想像すると確かに金銭的に救われるのはもうちょっと先になるかもしれませんけどもの人って話すことによってしかも伝えたい人に伝えたいことを伝えることによって救われる心のね救いっていうのが結構大きいような気がするんですよ人間は感情の生き物ですし心を持ってますからね で今回はそういった意味で菅さん、本当にいいことをやってくれたなと私は思うんですけども、でもね、そんなことやって何が意味があるとかね、なんでシングルマザーとか生活困窮者だけでそんなことすんだよと、みんな困ってんだよみたいなね、せっかく菅さんがやったことに対してまで、やっぱ結局、批判が止まらないいっていう部分もあるんですよねだから、なんか少なくとも国民のために何かをやったところは、ぜぜひひで評価するような目線を私は持ちたいなと思うんですよ。 なんか良くないことをやった時には良くないよっていうのも確かにそうですよね官房機密みたいなことはそんなこそこそすんないと思うんですけどもでもね今回やったことって悪いことをやったわけじゃないと思うんですようん国民の誰かが救われたことなんでねそれはありがとうありがとうおめでとうでいいと思うんですけどもじゃあここをねあんまり責めすぎると今回救われる立場の人も肩身の狭い思いをして自分だけすみませんみたいな感じでもういらないです僕もみたいになっちゃったらねいけないですよね それこそ、お前らだけ救われて媚び売りやがって、お前自民党に魂売ったのかみたいな人まで出てくるわけですよ。だから素直に、自分じゃないけども、他の人がね、困った人が救われてよかったねと。一人でも二人でも、まずはあなた方から助けてもらってよみたいなね。そんな気持ちで私はいたいなと思うんですよね。えー、もちろん私が思うだけでね、皆さんにそう思ってくださいってことはないです。いろんなあお気持ちあると思いますんでね。えーでは 今回、画面を切り替えてね、皆さんのコメントに対して私がね、どのように返信しているかをご覧いただければと思います。30分くらい喋っちゃいました。すいません。えい、ー、即果塾の久保です。先日のことなんですけども、立憲民主党の、ねえー、方に、まあ、あの、仲介していただいて、えー、一部の生活困窮者の方が、菅総理と直接お話しする機会を持てたということだったです。それについて、まあ、そういったね、生活困窮者の方に、もう私も動いてきますよというふうな前向きな、 お約束を我々はいただいたわけなんですけども、それに対してね、やっぱりね、なんであいつらだけがみたいな不公平論が出てきて、まあそうなるとね、あの、せっかく救われようとしている人が肩身の狭い思いをするんですよ。で、そうであってはいけないと思うんですけどもね、なんで自分に保護がなくって他の人に保護されると不公平論になってね、 そうやって、先行して、保護を受けようとしている人が、寂しい思いをするっていうかね、なんかコソコソしなくちゃいけないような雰囲気を作るのかなと思っちゃうわけなんですよね、私はね。どちらかというと、あ、自分ではなかったけども、あの、誰かが救われてよかったなっていう気持ちがね、持てるといいんだ、いいんだけどなと思うんですよね。まあでも、その動画に対してですね、コメントが入ってますんで、いろいろと読んでいこうと思います。本日もよろしくお願いします。まあ、まずですね、 松岡さんいつもありがとうございます。先生の言う通りです。とても一歩前進したのかなと思いますし、えー、先までまた考えてくれるかもしれないので、諦めずにメールします。また、生活保護見直しも声を上げていきます。これからもご指導お願いします。ということで、そうなんですよ。だからね、生活保護について、多くの生活保護を受けてらっしゃらない方がね、えー、言うのと、まあ似てるんですよ。 まあ俺たちの方が大変なのに何生活保護の奴らばっかりでいい思いしてるんだよみたいな発想になるでしょ。いやあのね、そう思うんだったら生活保護受けてみればいいと思うんですよ。生活保護って受給するだけでも、ものすごいね、精神的な負担とか肉体的な負担があるんですよ。で、生活保護をもらったからといって、ハッピーエンドじゃないですからね。生活保護ってのは本当に不自由な制度なんですよ。うん、まあ、とりあえず、生かさず殺さずさせてあげるよみたいなね。うん、で、なおかつ、 あの、国民がね、味方についてくれるんじゃなくって、敵対するわけじゃないですか。あいつ生活保護なんだぜ、みたいな感じでね、思ってらっしゃるでしょ多くの方がね。そういうのを感じると思うんですよ。そんなね、なんで、足引っ張り合わなくてもいいじゃないかと思うんですよ。生活保護の方は、あの、ほん、本当だったらね、健康な体とか精神があったら働きたいですよ。でも職場でいじめられたりとかね、どうしても人間関係うまくいかなくってってことで、それはもはやね、あの、 自分のせいだろうっていう人もいますけどもそうばっかりじゃないんですよ。うん、なんせね自分がそこまで頑張らないと状況が変えられないっていう環境の悪さもあるわけですよ。まあ、もちろん私みたいなねあの人の気持ちを考えない人間にはねどんなところも住みやすいってことになっちゃいますけども、うん、やっぱりねその職場が合わないとかいろんな人とうまくやっていけないっていうのは、まあ、ある意味ですごくの丁寧で真面目でね正直な方だと思うんですよ。 うんだからやっぱいろんな立場があるんで、自分は頑張ってるから他の奴らも頑張れっていうのは無茶苦茶な理論だと思うんですよ、私はね。これをニューう、ニューじゃないよ。旧日本海軍理論だと思うんですけどね。もっと大変な人がいるんだから、お前はなんだとかね。戦場にいる兵隊さんのご苦労思えとかね。もう無茶苦茶の例を持ってきて、それと、うん、比べられるみたいなね。そういうんじゃなくて、一人一人の心に寄り添うっていうのは、 あの、他の人がこんな大変な思いをしてるから、そのぐらいで弱音を吐くなって言うんではなくてね、その人一人の、うん、まあ、心に目を向けてあげるってことなんじゃないかなと思うんですよ。ね、お互いにそうしていければいいですよね。はい、えじゃあ次ですね。ダッペさん。特別定額給付金は去年出した前例あるから、いらない人はいらないにチェックするだけでいいんじゃないまあ、そうですよね。配らなくていいっていう人たちはお金持ちだろうから。はい。だから、一斉給付ですか 一律給付に反対する人は別に受け取らなくてもいいと思うんですよねはい次 MDA さん子供は一人5万円とかより前回のように一律10万円の方が一人親家庭の方も肩身狭くならずに給付金も多くもらえていいと思いますけどねと、うん、まあ、こういうねご意見もありますよねうん、だから私はねいろんな意見があってどれがダメだっていうことはないですしこっちの意見よりこっちの意見の方が優れてるよねっていう風なコンテストしたわけでもないんですよ一人一人に 判断があって一人一人に、えー、まあ、ベストを尽くしたね意見があると思うんですよそして考え方って人の考え方を見る見て自分で変わることがあるんですよね人に変えさせられるんじゃなくてだから自分の中に気づきがあれば他の人の意見に耳を傾けてあなるほどなっていう風に感じれると思うんですよだから自分の意見が唯一正しいと思っちゃうと他の意見に対して対立したりとかもう口論を仕掛けたりってことになって論破してやりたいみたいなね全然意味がないですそういうのは あの、口論に勝っても何も問題解決しないですからね。<laughs> まあ、ですんでね、たくさんの意見があって、えー、じゃあ、どうするっていうことを、みんなで少しずつ歩み寄っていくっていうのが、まあ、民主主義だと思うんですよ、私は。はい、次ですね、スエちゃん。菅総理が立憲民主党の霊法に、クソみたいに言われてたやん。<laughs> あのやっぱりねあの、菅総理のせいにして、すっきりするかもしれませんけども、 あの、それぞれの立場でね、ベストを尽くしていらっしゃるところもあるんで、やっぱり尊重しないといけないかなと思うんですよ。うん。まあ、菅総理をね、責める気持ちもわかります、わかるんですけども、菅総理も、じゃあ全部がね、全部悪いことをてたのかっていうとそうではなくって、えー、やっぱりね、あの、できることをしっかりやってきたっていう意味では、私たち同じような弱さとかね、えー、思いを持ってると思うんですよ。だってもう結構なとしでしょ、この人も。 七十何歳とかだと思うんですよ。で、無知って働いてるわけじゃないですか <laughs>、うん。で、その中で、菅総理の政策によって、えー、まあ、救われた方もいればね、逆に自己太りみたいな、あのー、あまりにも今回補助が多すぎてね、得してる方もいるんですよ。でも、割り送ってる人もいますよね。だから、一律にやったところでね、うん、誰かに行き渡らないんですよ。だからこれはそういうふうになるんですよ、やっぱり。 今回の、例えば、飲食店に対する補償、休業補償ってあるでしょ時短補償って。あれも飲食店やってる人には補助が来ますけども、飲食店じゃない人に基本的には何もないわけですよ。同じ緊急事態指令、指示を受けといてね。そこでまず一つ、一律な指示っていうのは不公平なわけじゃないですか。じゃあ飲食店の人がみんないいかっていうと、1日6万円じゃやっていけない人もいるわけですよね。で、そこに出た言葉が、 あの、大企業は自分たちの経営体力があるだろうからそれを使ってくださいみたいなね、ひどい話ですよね。合法的に積み上げてきた利益でもって、それでやり直せってわけじゃないですか。いや、一番納税をしてくれてるのは大手なんですよ。うん。でも、小さいお店、日当がね、だから1日の売り上げが5000とか8000とかみたいなお店ってあるわけですよ。でも今度はそこがね、 売上5000、8000ってことは、利益で言うと、とてもじゃないけども、自立できてない店なんですよ。でもそういうところは1日6万もらって、ウハウハなわけですよね。いや、でもその6万円がなくなった時って、またね、あの、1日5000とか8000の売上戻るだけだぞ、みたいな。そんなところに、お客さんが増えるっていう現象は起きないわけですよ。<laughs> うん。だから、それで喜んじゃう経営者もどうかなと思いますけどもね。まあ、こういうふうに不公平ってどうしても出てくるんですよ。だから、不公平だって叩くのは、 うん、まあ、感情はわかるんですけども、何の解決にもならないんですよね。何をどうやったって不公平なわけですよ。この世の中ってのは。民主主義っていうのは、不公平を作り出す仕組みですからね。えー、だって同じ条件で、用意どんで勝負するわけでしょルールは一緒ですよって言われてて、そのルールに合う人合わない人いるわけじゃないですか。うん、じゃあ、100メートル走が速い人とね、将棋が上手い人と、生け花が上手な人、同じレースできますかって話ですよ。不公平じゃないですか、どう考えても。 で、そういったものが複雑に絡み合って、この民主主義の自由競争の世の中できてますんでね。不公平っていう不満を言うなってことじゃないんですよ。ただ根本的には、誰かに有利で誰かに不利になるという一律のルールが存在するってことなんですよね。うん、ないろいろ考えればきりがないですけどね。はい。えー、だからね、蓮舫さんにもめちゃくちゃ言われるんですけども、う そうですね。なんか気の毒なところありません、ね。なんかこの前のね、菅さん一人で責められてたんで。はい、次。でも、給付金のことは蓮舫言ってないよな、と。次は給付金のことをで、菅を追及してほしいね、と。うん。まあ、菅総理も独断でいろいろ決めてるわけじゃないですからね。まあ、この首相補佐官みたいな人がいて、実はそっちの人の方がね、決めて、菅さんにそう言わしてるってことなんだろうと思いますけどね。はい、次ですね。えー、テテさん。 離婚したら月々お金をもらえて医療費が家族ただになるならとりあえず結婚して愛ある離婚しますよね。えー、特にね、D 級やからなんだこれは。D 級やからなんか100%やってると思うぜ。せめて手当等は商品券にすべき。医療費はガキだけただにすべきじゃね。まあこういう意見があってもいいですけどもね。うん。まあ私はね、だから不正受給は存在しないと思ってるんですよ。受給してる以上それは合法的なわけですから。 うん、だから不正受給ということを鳴らすなら、それは役所の人の犯行が不正なんで、役所を正すべきだと思いますね。そんなね、ざるの審査をしているところ。うん、で、あとは、そうですね、うん、医療費がただもう、あんまり嬉しいですか、医療費ただって。だってずっと健康で、医者に行かない方がいいじゃないですか。病院に行くってことは、それだけ時間のロスもあるし、あんまり嬉しくないですね、私の感覚では。 まあ、医療費がタダで、歯医者とかね、タダになったらいいなとは思いますけどもね。<laughs> でもそんなに負担ってほどでもないんですよね。あとね、あの生活保護、今の現状の生活保護だったら私はどこまで行っても選ばないですね。10万とか15万しかもらえなくって、あとね、家賃補助とか、医療費のね、減免とかあると思いますけども、私の場合は自力でお金を稼ぐ道に入った方がもっともっと、だって私毎月毎月足りないもん。10万とか20万じゃ、私の人生の日々ってのは。 ね毎月ね5 6 0万とか100万200万とか使う時もあるしうんだからね無駄遣いなんでしょうね年間で1000万以下で収まることは私ないんで、うん、だから生活保護になるとほんとなんか、うん、辛いですね、うん、これなんかその嫌味で言うわけじゃないんですよ嫌味じゃないんだけどもあの大、ー、体ね毎月いくら使うかってみんな違うんですよでも生活保護ってもうほぼ一律ですよ支給がうん だそうなると選べても選ばないかなと思いますよね私の場合はですね私はたまたまそのビジネスとか投資がうまくいってるんでそうなんですよでもビジネスは投資がうまくいかなくって一生懸命働いても10万とか15万のニットってことになると生活保護と変わらんやんみたいな感じになってねそれはいろいろと考えるところあると思うんですよもう私は全然生活保護に魅力を感じないんで医療費がタダであってもいやお金払ってでも今の暮らしがいいなと思うんですよ だから余計思うんですよ。生活保護が楽じゃないと思う。生活保護が夢の暮らしでも何でもないと。楽してるわけでも何でもないんで、できれば自由にビジネスをして、多くの人と、あのー、たくさんね、いろんな経験をしながらね、悩みながら相談しながら、すくすく育っていく姿が、やっぱりいいんじゃないかなと。仕事って嫌なことばっかりじゃないですからね。もっと言ったら、嫌なことですら嫌じゃないと思えるような仕事に就きたいですよね。 誰かの役に立ってね、大変なことはあるけども、やりがいもあるみたいな。そんな人生を本当にできれば送りたいんじゃないですかね。でもやっぱり人間関係とか、精神的な疾患とかね、肉体的な、先天的なものとか、中途的なものとかがあって、うん、生活保護を使うっていう選択を選ぶと思うんですよ。なあよく言われますけども、生活保護に落ちるっていう表現も良くないですよね。何が落ちるだと思います生活保護を受けてよと、受けてまいと、全然そんなこといいじゃないですか。 収入源とか所得が何によって構成されようが尊重されるべき一人の大切な人だと思いますよ。うん。何でもいいんじゃないですかね。音楽で稼ごうが、ビジネスしようが、詐欺は良くないですけどもね。アフィリエイトで稼ごうがね、転売で稼ごうが、それは自由だと思うんですよ。で、それで所得が高い低いとかありますけども、所得が仮にね、低くたって、充実した毎日が送れればその人は幸せだと思うんですよね。でも逆にお金が儲かっても、 いいろんんなスストレス抱えてて体を壊してねで,で何の意味があるんだと思いますよ、うん、私はねスティーブ・ジョブズさんとかマイケル・ジャクソンなんていうのはすごくね憧れの人だったんですけどもでも今この世の中にいないですからね本当に幸せだったんだろうかとか心残りはないんだろうかっていうふうに考えると大富豪だったからといってね世界で注目されるそういうふうなスーパースターだからといってうん,なんかハッピーなのかなどうなのかなって思うことありますまあもちろんね 他人様の話なんで、私が考えることではないと思いますけどもね。はい。えっ、ー、と、次ですね。小坂さん。第一一歩です。えっ、ー、と、国民一人一人に定額給付金よろしくお願いします。そうですよね。私も本当そう思います。うーん。ぜひね、実現してほしいなと思います。次、太郎みなさん。中国、アメリカでは電車に飛び込む人はいません。っていうか、日本だけだろう。一人親を強調して、全日本人への 給給付付金金ススルルーー演演出出テレ東も複数質問でちょっと意味が <laughs> わかんないんですよね。私がテレビ見てないからなんですかね。うん中国、アメリカでは電車に飛び込む人はいません。まあそんなことはないんですけどね。中国とかえげつないですよ。アメリカもね、あのー、電車に飛び込む人結構いるんですよね。まあただ、報道はされないんですよね。あんまり珍しくないんで。 日本は珍しくないってわけじゃないけども、やっぱりなかなか報道されないですね、確かにね。何なんでしょうね、これはね。ていうか、報道されてるけども、テレビの報道ではないってことなのかなうん。まあ今、情報ソースっていっぱいありますからね。はい、次です。アジノ・タタキさん、美味しそうですね。いや、必ずやりますと確約してくれれば、それはなんとか我慢するが、去年一律5万出すとか言ってなかったことにしたぞ。まあそれはあるでしょうね。うん。だからやっぱりね、 あの、求めていかないといけないんだと思うんですよ。私はね。求めて、こうしてくれ、ああしてくれっていうふうに最後まで伝えきった人が、あの、実現を手にするんじゃないかなと思うんですよね。うん。だからまあ、私のね、動画のコメント欄に書いてても、それは問題解決しないんですよ。私はあの、ありがたいですけどね。ただやっぱり、菅総理の目の届くようなところに書かないといけないし、耳に入るところに声を上げないといけないってことなんでしょうね、きっとね。で、今回の一人親の方はじめとした、 あの多くの方何人かの方は立憲民主党の方の手を借りてね菅総理に直接伝えることができたんでもうこの人たちは実現するんじゃないですかねでそれを見ていただけの我々には特に何かが来るってことはあんまり期待できないのかなと思っちゃいますけどねうん次ですねアジノタキさん小出しにして何とか少なく済まし大半の人は漏れるまあまあそうでしょうね大半の人は 具体的な行動しないんですよ。やっぱ漏れちゃうと思うんですよ。だから、あの、総理に会えるのかどうかってことを心配する前に、まずはね、地元の自民党の事務所ぐらいには行って、えー、ね、自民党の党員に会うぐらいはしてもいいんじゃないかと思いますけどもね。うん。まあ私も結構しました、今回は。これからもすると思いますけども。本当に困った人がそれをするべきだと思います。地元の共産党なりね、公明党なりね。 自民となり、事務所あるわけですから、絶対に。地元には。ね、皆さんのお住まいの近くにもありますよ。だからそこに行って、まずは、菅総理じゃないけども、菅総理の手のものとかね、いわゆる権力者じゃないですか。党は違っても、野党でも与党でも。そういう方にお話をしていくことによって、今回の立憲民主党のところにね、悩みを相談した方が、今回みたいな菅総理に会って、直接自我判談判できるみたいな道があったわけですから、私はそれをやった方がいいかなと思うんですよね。 えー、コロナ治るまで知らん顔して出さずにスルーするつもり。うん、まあそうですね。やっぱこう、知らん顔してるのかもしれないし、知らないのかもしれないんで、やっぱね、この菅総理の心を動かすために、何ができるかっていうと、本当に困った人がこの人の目の前に出ていくだけだと思いますよ。えー、ダッペさん、時間が解決すると思って、えー、親だな、麻生と菅は、うん。どうなんでしょうね。何を考えてるのかね、私もわかりませんけども、 でも人の助けになって腹が立つってことはその菅さんも麻生さんもないと思うんですよ。できれば人のためになりたいと思ってるし、えー、多分菅さんとか麻生さんの目の前にいる人たちってのは豊かな人が多いと思うんですよね。で、その豊かな人がいつもありがとうございますなんていうこと言うから、あ、俺たちは結構日本のためになってるなっていう景色が見えるんだなと思うんですよ。だからそうじゃないよと。私たちは割り送ってますよってことをもっともっと伝えていきましょう。みんなでね。えー、林さん。 また一人、一人親世代だけ出そうと知っているのか、一人親世代だけ困っているわけがないのに、国民全員に救急を出すべきだ。まあ、そのお気持ちもわかるんですよ。うん。でも、とりあえず一人親世帯が救われてよかったなっていうふうに、私は思いたいですね。 で、一人親世帯がなんか補助を受けたんで、次は誰にするみたいなことをね、またやっていけばいいんじゃないかなと。そして徐々に徐々に、えー、最終的には国民全員になれば、私はいいと思うんですけどね。だって、多分富裕層の方って、あの、国からの補助ってほとんどないと思うんですよ。ずーっと。この前、今もそうか。飲食店の、何、時短要請に対する補助金も、大手は自分の金でやってくれって言われるわけでしょ。そしたら大手の人にとってみたら不公平だっていう話が出ますよね。 うんなんか、その、自力で稼がない人がまた税金の恩恵を受けてるぜ、みたいな、いうふうに見えるかもしれないんですよ。だからこれは、自分がどこにいるかによって見える景色が違うとしか、まあ言えないのかなと思っちゃうんですよね。で、私もね、でも本当はそういう現実を捉えながらもうみんな救われればいいのになって思うわけですよ。だからここにすごくね、賛同します。国民全員に給付金を出すべきだと。そう思います。あの、でも、ね、あの、本当にね、 いらないって方はもういると思うんですけども、でも必要な方には行き渡ってほしいですよね。あ、次です。にゃんこさん。シングルマザーです。ですが、一人親への支給ってのはもうやめてほしいです。ああ、そうなんですか。ものすごく肩身が狭い思いでいっぱいです。困っているのはみんな一緒です。ねだからこれね、どうなんですかね、一人親世帯の方だけでも手を差し伸べようと思って、公助が働いたのに、民間がですね、国民が、 そういった不平不満を鳴らすから肩身が狭い思いをするっていうのはね被害者を生んじゃってるわけですよだからあのにゃんこねんこさんのところに補助があってよかったねって国民全員が思ったらありがとう大切に使わせてもらいますみたいになると思うんですけどねなんでこうねもうもらってる人を批判するんだって話ですよこそこそもらうようになっちゃうとでなのでとりあえず一律給付でお金に余裕のある人に経済を回してらよいと思いますね私はとてもじゃないですが 経済を回す力にはなりませんが、それでも皆、給金もらえてよかったね、助かったねって言い合るというようなと思います。なんというね、本当に優しい人なんでしょうか。もうね、ニャンコレンコさんは、自分自身は肩身が狭い思いをさせられてるわけですよ。ね、対立を、うもう、対立の中に入れられちゃったわけですよね。でもこれは、善意を持って、一人親世帯を助けようと思って、 給付されてるお金っていう現実があるのに、もらえない人がね、国民同士で、なんであいつだけみたいなことで、このニャンコレンコさんみたいな人に攻撃の矢を向けるのはもう私もね、やめてほしいなと思うんですよ。ニャンコレンコさんなんかね、悪いことしてるみたいな気持ちになっちゃうわけじゃないですか。全然悪くないですからね、ニャンコレンコさんは。堂々とお金を受け取って、周りの人が、よかったね、あなただけでも、本当によかったねっていうふうに、こういうふうに、 ねえ、もらえてよかったね、助かったねって言い合えると良いなと思ってますっていうね、こんな素晴らしい心の持ちを本当には、ね、ハートマーク押しちゃいますよ。ありがとうございます。えー、たら、や,や、えっ、ー、と、ゆきこさん、久保さん、いつもありがとうございます。私も主人を早くに亡くしたので、一人親が大変なのはわかります。でも他にも大変なあ困窮者もいます。その人たちも助けてほしいので、国民一律給付をお願いしたいですと。うん。ねえ、自分も、 大変だけども、他にも大変な人がいるからっていうふうに、ね、自ら思える方は素晴らしいですよ。本当に、この気持ち大切にしたいと思います。でもね、他の人がやってきて、あなたよりも大変な人がいるんだから、我慢しなさいっていうのはちょっと違うと思うんですよね。うん、だから、ゆきこさんみたいな思いっていうのは大切にしたいなと思います。めぐみさん。お、めぐみさん。うーん。 ひとり親はこの前もやりましたよね。大変なのは議員以外全員じゃないですか。いい加減一律給付してくださいよ。うん。だからこれはね、ちょっとめぐみさんね、あの、お気持ちわかるんですけども、この表現が、ひとり親世帯で受給される人にものすごく負担なんですよ。うん。だからこれ、わかりますよ。その、ひとり親世帯の方を責めてるわけではないっていのはわかるんですけども、この言葉をね、ひとり親世帯の方が見ると、またこういうふうに思われてるんだっていうふうに、 心重く感じちゃわないかなと思って、ちょっと心配なんですよね。はい。めぐみさん、ありがとうございます。えっ、ー、と、ファイトラビットさん。お金が出るまではっきり決まるまでは信じない方がいいと思います。特に、そうですね。これはね、銀行口座に入金された時が、あの、ポイントなんですよ。私いつも言いますけどね。それまでは歌方なんですよ。特に、菅総理はあ、国民からの信用はなく、国民から失望されている、合う、合わないは誰にもできるけど、問題は、 決定でできるかかどうかですねで個人的には早期の選挙と次の別の総理を望みますとおどんな総理をどんどん望んでるんでしょうね多分ねでもねこれね水を差すではあるんですけどもどのの総理も全国民の問題は解決でできないんですよだから誰を後回しにするかってことになるんですよね結局はだから結局は山本太郎さんが政権取っても結局はね太郎叩きってあるんですよ、うん、だからね なんていうのかな難しいですよね。もうみんなが良くなるってことは求めていかなくちゃいけないんですけどもそこまで有能な人っていうのはまだね人類史上現れてないっていうところがありますよね。えー、金子さん国民を助けてくださいお願いします。これも本当そうですよね。声を上げていきましょうね。えー、美香さん菅総理お願いいたします。助けてくださいお願いします。ご先生ありがとうございます。感謝します。いや、こういうふうに言われたら菅総理も私もね。 嫌な気持ちしないですよ。なんとかしてやろうと思いますよ。で、何かをやったら批判する人に何かね、助けてあげようってなかなか思わないと思うんですよ。菅さんとかね。うん。何かをやって良かれと思ってやったのに、何かね、批判する人が出てきたら、だったらもういいよと。好きなようにやらせてもらうよっていうふうに腐っちゃうかもしれないですからね。だからやっぱこう、うん、応援するとか応援した方がいいですよね。100%悪人って逆にいないんでね。<laughs> やっぱり誰かに、あの、役に立ってるわけですよ。おさむさん。 その後、障害者にもお願いします。一律特別定額給付金お願いします。10万円支給お願いします。生活保護も収入認定されなければ嬉しいですと。ね、生活保護制度だから変えていく運動をなんか一緒にしようって方いませんかね今のところなんか具体的に久保さんの考えと運動に参加しますって方は一人もいないんですけども、私みたいに生活保護費37万支給っていうのはやっぱりダメですかね皆さんね。<laughs> なんか、 逆に反対なんですかね。生活方費を値上げしようみたいな、私みたいな考えっていうのは。うん、どう、どうなんですかね。そんなにいらないよって話なんですかね。はい。小金持さん。久保さん、こんにちは。菅総理は血も涙もありませんよ。様子見た方がいいですよ。当てになりません。いや、そう思うのもいいんですけども、私はそう思ってないんですよ。菅総理に、菅さんっていう方にね、その、この菅さんの気持ちを浮かす方法もあると思うんですよ。だから、 こういうふうにね、菅さんを敵,敵と考えると、もう取り付く島がなくなると思うんで、うん、だから、だからこういう人でもうん、私たちのね、国の代表だという尊重はいるんじゃないかなと思うんですよ。その上でどうやったら私たちの声を聞いてくれるかってことを考えればいいのに、あいつはダメだっていうふうにやっちゃうと、もう対立しか生まないんですよね。 私がお人一緒なんでしょうけどね、きっとね。<laughs> まあ、どんな人も信じてしまうというね。<laughs> はい、えー、UX さん。この面会が、あ菅政権の分かれ目だろうね。まあ、菅さんもまだ始まったばっかりですからね。3、4ヶ月でしかも、こんな前代未聞の事態に追い込まれて、で、周りをベテランに囲まれてね、やりにくいんじゃないですかね、菅さんも。で、何かやれば批判するわけでしょ。うん。それはなんかね、生きた心地がしないんじゃないかなと思いますよね。殺人予告も届いてるみたいですしね。 だからね、なんか、リスクを負って人前に顔をさらしてる人をね、みんなで袋叩きにするのは、あまり私はね、好きじゃないっていうか、お前がやってんだろうって私言われそうですよね、でもね、こんなことやってたら。確かに、私が一番叩いてますね。すいませんでした。<laughs> えー、いや、もう終わってると思う。一日給付、2月に出さなかったらマジで終わる。あ、もな。まあ終わってますっていうかね、2月には出ないんですよ。3月も出ない。4月から、もしかしたらって感じですよね。そのために、 もっとね、善意と敬意を持って私たちも応援しながら、こうやってくれたらもっといいんだけどなっていうふな、なんか人の気持ちを動かすようなね、アクションにしていかないとね、何でもかんでも叩いてたら、それはさすがに、あ、こいつらもういいよと、救わなくてもいいよと思われちゃうかもしれないんで、ちょっと良いしをしていこうかなと私は思っちゃいますね。<laughs> えーっと、次、大魔王さん。ワクチンも微妙、オリンピックも危うい。だから軌道修正。えー、3次補正予算終わってから、こういうことするのが非常に厚かましい。うん オリンピックなんてやらないよ。まあ、あいろんな意見が。ダッペさん結構人の見てますね。はい、これからもお願いします。タラオミナスさん。ちゃんとやらねえから自殺者激増。万引き老人激増。再い銭泥棒、ホームレス激増。あのね、なんて言うんかな。さすがに生活に困ったからといって犯罪はやっていいってことにはならないんだと思うんですよ。うん。でも、ここに書いてある自殺者激増ってのはなんとかしたいですね。はい、えっ、ー、と、関係おじさん。 ああ、いい方向に動いていけばいいですね。あ,あシンプルですけども、本当に、トの通りですよね。メンバーシップもありがとうございます。関係おじさんね。YouTube チャンネル。チョイマンさん。すべては結果次第だと思います。まずは、早急に一人親世帯や、非正規支援をしてもらって、その後に私たちへ給付金を配ってほしいですね。と。助けてけろ。<laughs> ユニークですね。いつもありがとうございます。えー、ティッシュさん。いつも拝見して勇気いただいています。 国民の生の声を聞いていただけたことは大きなことですしあ、私もそうなと思いますよ精神的には救われますはい、ここが大きいと思います私もね前向きという発言もありがたいですが考えている猶予が精神的にも経済的にも追い込まれている国民のために普段の事務的なものより緊急事態という異例として迅速に急速に動いてほしいと思います すべてに失望して自殺していく日本人を止めてほしい。きっとね、相談に来てくださった方への支援っていうのは早急にやると思うんですよ。ただ、相談に来なかった方とか、あとね、あの、菅総理が今今回面談した人に対して、なんであいつらだけは不公平だっていう人は、かなり後回しになる気がしますから、あの、やっぱりね、やってくださったこと、国民を救ったことは間違いないんで、今回ね。で、 国民を救っっててくださったことに対して私たちは何であいつらだけじゃなくって私たちの仲間を救ってくれてありがとうみたいなねそんな気持ちを持った方がいいような気がするんですけどどうですかね私はやっぱりお人よしですかねえっ、ー、と一日給付出してほしいですねはいえっ、ー、と町子さんあー暗闇の中に一つ光の話です正解にこれ以上振り回されたくないです日々国民のもがき苦しむ気持ち手遅れにならない形を菅総理大臣としてはっきりと 強いメッセージ国民の皆さんを安心してくださいと、ね、早くそういうふうになるといいですねさくらさん真知子さシングルマザーも確かに大変だけどそれ以外にも困窮世帯があるんですよなんでかなと遅すぎますよ困窮してる人がやっぱりね聞いてもらえるところに声を届けていかないといけないですよねで菅総理に直接が無理なんだったら地元のお他のね野党の事務所とかに電話をかけるなりお邪魔するなりして 味方になってもらえばいいと思うんですようん、だからそういうこともやっていきましょうねこれからねできる人だけでも大隅さん久保さんおはようございますしかし裏で、えー、麻生2階がいるから無理ですようん、菅総理にはそれだけの力ありませんよってこうね書かれちゃうとやり気がなくなっちゃうんですよ私もねああダメなんだと思ったらじゃあもう自分のことやろうかなっていう風になっちゃうんでどちらかというと ダメかもしんないけど、やってみようの方がいいんじゃないかなと思いますけどね。大泉さん、ありがとうございます。えー、総理の意味、W ってなんだろうこれ、ちょっとこういうのが私意味わかんないんですよ。この W って何なんですかねこれ。これ、タイプミスなのかなうん、んだろうね。うん、MM、タイムリミットは2月中旬までだろうが、これはどういうことなんだろううん。何、あ、何のって書いても、あ、それも何のタイムリミットなのかわかんないですね。ちょっとすいません。タトル君、うん 少し前進ですね。助けられる人が一人でもいるならよしです。生活保護世帯も光が差せば望みます。あ、これいいですね。まあこういうね、コメント私大好きですね。少し前進ですねと。助けられる人が一人でもいるならよしです。私もそう思います。全員が無理でも、一人でも助けてほしいなと思いますね。私もね。いきなり全員とは言わないんで。じゃあ、せめてこの人だけ。せめて我が子だけみたいなね。親の気持ちですよ。うん。 子供が助けられてなんで子供だけが助けるんだ不公平だっていう風なお父さんお母さんいないと思うんでねうんで徐々に自分も助けてもらえるみたいなねその救済の輪が徐々に広がっていくっていうことを期待した方がいいかなと思うんですけどね相変わらず私もお人一緒なんですかねミリオンラッシュさんそれで良いですよ菅さん一人親世帯や生活困窮者本当に苦しみ耐えている人の声を聞いてあげるそれが総理のやり方です こういうことを国民は願ってますよ。まずは一人を焦せたい。困窮者を助けてください。いや、いい言葉ですね。これ本当にね、額縁に入れたいくらいの言葉ですよ。私と同じ気持ちです。自分は切に願ってます。私も同じです。うん。だっぺさん、聞いてあげるだけじゃ何の解決もならない。行動いや、そうなんだけど、いや、これ、でもね、何て言うのかな。聞いてあげるだけじゃ何の解決もならないですかね。 でもなんか、相談事って基本的に聞いてもらうだけじゃないですか。でも、聞いてもらうことによって救われる部分って多いと思うんですよ。あの、きっとね、自殺される方って増えてますけども、自分の悩みを聞いてくれるような優しいね、彼女がいたら、多分ね、あの、そんな死のうってことにならないんじゃないかなと思うんですよ。で、自暴自棄になって犯罪に走る人もいますけども、あの、優しくて可愛い彼女がね、あの、相談事聞いてくれたりとか、仲のいい友人が、 頑張ろうや、みたいな感じでね、話聞いてくれて語り合うことができたら、なんかな、別の、の心の救いってのもあるんじゃないかなと思うんですよ。もちろんね、金銭的な救いとかはないですよ。確かにね、話聞いてもらうだけでは。でもなんかね、自分の辛さとかを聞いてもらえるとか、例えばこういう風なね、掲示板とか YouTube のコメントに書くみたいなことで、救われるっていう人がいるのも確かだと思うんですよ。だから聞いてあげることって、もしかしたらすごい人を救うんじゃないかなと、 思っちゃうのはやっぱり私があの人だかからなんですかね。やっぱりね太田さんシングルマザーとおっしゃいますけども結婚して子供を儲けるなんて社会の底辺層から見れば貴族階級ですよねと。そうかな貴族にしか金を配らないのいや結婚するってそんなに特別なことだと思うんですけどもね。うんなんか江戸時代から別に人は結婚して子供を儲けてたんで。 いいんじゃないか貴族ではないんじゃないかなと思うんだけどまあでもいろんな見方があるんでね私とはちょっと違うところがあるかなってことですね、えー、で太田さん今年の衆議院選挙がいつになるかこの点が着眼点になるでしょう、えー、選挙前には票集めの金を国民に配りますからいやするかなどうでしょうかねうんまあでもねその票集めのためにお金を国民に配る っていうところで本当にそれで自民党に投票しちゃうお金と引き換えにしちゃう人がいるとしたらそれは別に買収に負けた人と同じじゃないですかねお金を配ってお金をもらうけどもお前たちには投票しないっていうのが信頼してないってことだと思うんですよ。でお金をくれるから結局投票に行って自民党勝たせちゃうっていうのはもうこれはね自民党でいいよって言ってるような国民の総意になっちゃうんで本当に自民党が気に入らないんだったらそれこそねお金を配っても受け取らないぐらいの。 まあ、受け取らないってことはないと思いますけども、受け取った上で投票しないみたいなね。令和新選組に入れるみたいなことでもいいんじゃないですかね。<laughs> うん。キーのまさかりさん。えー、これで生活保護も含めた困窮者を救出できたら、支持率よりも大切なものを手に入れられるかも。ねなんだ、まさかり物資でないよ。なんだろう。なんだろう。 いつもとと同じとは限りませんよ。筋の通ったことをするのが政治家のすることならそれを後押し応援するのも国民の義務なのかもあなんか結構いいこと言いますよねこれねこれは本当そうですよね筋の通ったことをしたら国民がそれをね後押ししてあげるっていうこれいいじゃないですかこれすごくいいですね、うん、だから筋の通ったことをしたのに批判するみたいな人はいるわけですよだからもうじゃあ国民の言うこと聞かなくていいやってなっちゃいますからねえっ、ー、とさくらさん「まさかりさん偉いよ」 で今見たよでもやっぱりマサカリブがいいああ、なるほどねマサカリ牛も楽しいですよねということで、えー、じっくりと読んでいったらなんとね30分以上話してしまいました、えー、すみませんお疲れ様でございますありがとうございます